室宮山古墳。室宮山古墳は、奈良県五世市大和座室にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡に指定されている。葛城の地方では、最大、全国では、第18位の規模の古墳で、五世紀初頭、古墳時代中期頃の築造と推定される。別称を、室大墓、室の大墓、室の大墓とも。奈良盆地南西縁。 ご所市中央部にある丘陵の先端部を切断して、築造された巨大前方公園墳である。古くから公園部には、八幡神社が祀られ、宮山の名称はこれに由来する。室は古くからの地名で、和名称にも山和国区図上氷に、室港と見える。古墳域ではこれまで、数字の発掘調査が実施されたほか、近年では1998年、 平成10年の台風7号による倒木被害に伴う出土遺物の調査が実施されている。噴景は前方五円形で前方部を西南西方に向ける。噴景は三段畜生。噴景町は238メートルを測り、桂木の地方では最大、ひいては全国でも第18位の規模になる。噴景表面には花崗岩星の割石による吹石が吹かれ。 各段には、円筒派庭、朝顔形派庭が巡らされていた。墳丘周囲には、縦型集合が巡らされ、さらに、周包みに乗るように倍長の根骨か古墳が築されている。主体部の埋葬施設は、公園部に2箇所、前方部に2箇所、張り出し部に各1箇所の、計6箇所と推定される。公園部の2箇所は、それぞれ縦穴式石室に、 達山石星の長持ち形石棺を収めたのである。長持ち形石棺は王者の石棺とも称される王母に特有の棺であるが、本古墳の棺はその中でも大規模な部類になる。この室宮山古墳は、墳形、出土品などより、古墳時代中期前用の五世紀初頭頃の築造と推定される。悲壮者としては、危機に伝わる葛城卒彦。 カズラキの卒彦に否定する説が有力される。カズラギの地方では、古墳時代前期に、大型古墳はなく、中期に入りしつ、宮山古墳が突如出現する様相を示す。室宮山古墳に次ぐカズラギの地方の主張簿は、脇上関鈴鹿古墳、御所市柏原、墳九町149メートルと見られるが、その規模は、室宮山古墳から大きく縮小する。なお、 御所市域では、室宮山古墳を契機とする遺跡として、五世域、中頃引く後半二世紀を迎えた広域の集落位の南郷遺跡組や、五世期末から営まれた五世山古墳群が知られる。古墳域は1921年、大正10年に国の史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り、推定復元地は1996年に発表された。 古墳復元案による。墳形の外形に関しては、小鍋古墳、奈良県奈良市との類似が指摘される。特に前方部は、公園部と同等まで発達した形態を示す。前方部の北側には、張り出し部が存在するが、地山の策でによって形成されている点や、出土遺物の推定時期の点から、室宮山古墳本体の築造と同時に計画的に築造されたとみられる。 また、噴球南側に位置する中池の北岸にも不自然な突出が見られることから、噴球南側にも北側のような張り出し、南張り出し部の存在が推定される。また、地形図では、噴球のくびれ部北側にも膨らみが見られることから、同地点に作り出の存在可能性も指摘される。噴球南側については、旧地形が失われているため、詳細不明であるが、 前述の南張り出し部を仮定すると作り出を想定する余地がないため存在しなかったとみられる。噴球の周囲には縦型集合が巡らされており南側にある中池がその痕跡とされる。集合外側の包みは幅40メートルほどと推測され北側の痕跡は現在に国道309号として使用される部分認められる。埋葬施設は 公園部に2カ所、前方部に2カ所、推定、北入り出し部に1カ所、南入り出し部に1カ所、推定の、計6カ所。主体となる公園部の2カ所は、分級中軸線、東西を挟み南北に平行に並ぶ。公園部の南石室は、1950年、昭和25年に洞窟を受け、同年に緊急発掘調査が実施されている。この南石室は、 緑霊変岩、赤木変岩など、結晶変岩、木の川山聖の割石を積んだ縦穴式石室で、長さ5.5メートル、幅1.9メートル、東側1.71メートル、西側、高さ約1.1メートルを測る。天井石は、業海岸、流門岩室溶血業海岸、兵庫県加古川市付近の姫路山聖岩聖の、 切り石で生誕1枚を除く5枚を依存する。この石室の中央に石棺を据える。石棺は業界岩性の立山石、兵庫県加古川流域産による組合式の長持ち形石管で全面に塩を塗り、長さ3.5メートル、縄掛け突起を含むと3.77メートル、幅約1.4メートルを測る。外石は公式公文を有するほか、 縄掛け突起を四面、角二個の、軽8個有する。被装者は東枕であり、石室は石棺を据えた後に築かれたとみられる。洞窟に伴い石室内の副装品の多くは、散逸したが、調査では三角園真珠教片、甲冑片、刀剣片などが検出されている。また、石棺は、現在も石室に収めた状態のまま保存されている。この石室周囲には、 二重の歯に割列が長方形に巡らされていた。歯に割列のうち、外側列は、甲冑系歯にはカブトは川性、セ形歯には縦型歯にはなど高さ約1.5メートルを測る歯には40体前後からなる大規模な武器系歯に割列、内側列は羽庭、円筒歯には浅顔形歯に割列とする。武器系歯には正面を外側に向けて、被装者を守る意味合いを示す。 そのうちカブ形カタチハニワが当時一般的な鉄製カブ形でなく、革製カブ形であることから、被走者自身のプグの象徴というよりも被走者を守護する、新衛隊の象徴とみられる。また二重ハニワ列のさらに南側には、大型の家型ハニワ5体以上が置かれていた。以上のハニワの一部や、ハニワ列の復元模型は、柏原考古学研究所附属博物館に展示されている。 公園部の北石室は発掘調査がなされていないため詳細は明らかでない。ただし1998年、平成10年の台風7号に伴う倒木被害の際、倒木の根の後の調査から若干の様相が判明している。調査によれば北石室も南石室と同様に緑石変岩を積み上げた縦穴式石室である。内部に 立山石製の長持ち形石棺が安置され、石棺は戦力岩で根固めされていた。石室周囲にも同様に埴輪列が巡らされていたが、払い地から大きく動いたものが多数あり、この北石室もまた乱屈により多くが破壊されたとみられている。また、副葬品のうちには珍しく糖質土器が存在するという特徴を示す。南石室からの出土品は次の通り、 北石室では、かや、朝鮮半島南部3の糖質、土器4点以上が、服装品として認められており、中でも精緻な船形糖質、土器1点が注目されている。糖質土器の服装は、類例がなく、土器自体も、一般的な日本の正規と色調が異なることから、朝鮮半島からの伝製品と推測される。埴輪のうちでは、特に公園部難赤室から出土した。 高さ1.2メートルを測る大型 A 型埴輪が知られる。宮山古墳の南方には5世紀前半頃の後続成長跡とされる極楽寺響遺跡、五少市大極楽寺があるが、そこで判明した大型掘立柱建物跡と柱形状が各中で一致することから、埴輪と実際の建物以降とが同じ様相を示す珍しい例として注目されている。ただし、 極楽寺響遺跡は、室宮山古墳に若干遅れる時期の移行になるため、この家が手輪庭自体は、極楽寺響遺跡の建物を表すものにはならない。前方部及び張り出し部における出土品は前述の通り、室宮山古墳の実際の被葬者は明らかでないが、一説として、竹内宿根、竹市内の宿根、竹内の宿根、ね、の,の墓に否定する説が知られる。 この竹内すくねは、日本初期や古事記によれば、慶光天皇第十二代から、仁徳天皇第十六代に五代の、各天皇に仕えたという伝説上の中心である。危機ではその墓に関する記載はないが、中世の、帝王変年記仁徳天皇七十八年上の記す一説では、竹内すくねは、大和国葛下軍で工事師所は、室派が語であるとしており、 同期の編纂当時、南北朝時代頃には本古墳に関して、竹内すくね被装者説が存在したことが知られる。ただし、この竹内すくねは七世紀頃の喪失と見られる、史実性の薄い人物になる。別説として、近年では、被装者を、カツ卒彦、行、カの卒彦に否定する説が有力視される。この卒彦は、古事記で、 竹内すくねの子に位置づけられる人物で、危機以前の、くだらきにも、類似名称の記載があることから、4世紀末から5世紀前半頃の実在性が有力視される。卒彦の活動時期は本古墳の築造時期とも一致し、また、朝鮮半島に派遣されたという卒彦の人物像は、北石室室度の船形投出時とも関連付けられるが、 本古墳を卒彦の墓とする明確な根拠は知られていない。また、桂木卒彦に否定する場合でも、危機の記す卒彦の人物像には、モデル人物が、複数存在する、可能性があるため、本古墳の被葬者と一対一に対応するものではない。その他、かつては本古墳を、高昇天皇陵や高安天皇陵に否定する説も、あった。なお、日本初期、古事記では、 公安天皇の宮、皇居が、室の、秋津島宮、秋津島宮、葛城の室の秋津島宮であると見えるが、その宮を当地に否定する説が古くからあり、室宮山古墳の東側に鎮座する、八幡神社境内には、室秋津島宮市石踏が建てられている。室宮山古墳の北東には、倍長として猫塚古墳、猫塚古墳がある。この、 猫塚古墳は、室宮山古墳の周筒に乗るようにして築造された、古墳で、一辺約70メートル、高さ約10メートルを測る。1888年、明治21年頃に発掘され、縦穴式石室と鉄器が発見されたという。その後の調査では、墳球表面から、緑霊変顔、刀剣類、鉄属、三尾鉄、三角板川戸時炭鉱、 赤べ鎧などが検出されている。出土した、甲冑類が多いことから、この、猫塚古墳の被葬者を、仏器古管理者、原初的官僚と推定する説がある。考古学的な特徴として、室宮山古墳が築造された当時は大王墓が、先、先立列古墳群から河内、モズ古墳群、古市古墳群に移る、過渡期にあたる点、またそれまで、 大型古墳が営まれなかった地に、室宮山古墳が突如として出現する点、さらに当該時期としては、奈良県最大の規模として築造された点が挙げられる。この時期は、全国的にも古墳時代前期までの中小豪族が大きく、伸長する傾向を示し、背景に、先王権、旧勢力を牽制する河内王権、新勢力の政治的意図が見られることから、 室宮山古墳もまたその一環で築造されたとする説がある。注釈出典楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。